またお会いしましたね。大丈夫、きっとうまくいく。心配いりません。両親も反対するし、当時通っていた東京女学館高校は芸能活動禁止でした。教師も体が弱いから無理だと反対しましたが、本当は体が良いわけではなく、ラジオの深夜放送に聞き入り、 寝不足だっただけでした。決断の理由は実は些細なことでした。ある時期末試験が近づいていて、芸能界に入っていれば試験から逃れられるなと思いました。高校に退学届を出し、激動の日々が始まりました。それでは、先に失礼します。